フリッツラーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のシュバルムエーダー、軍に属す小都市で、同軍の経済的中心地である。この町は、ドイツ中部及び、北部のキリスト教家並びに、中世の神聖ローマ帝国の起点となった聖堂と皇帝の町である。フリッツラーの名前は、もともとは、平和の町を意味する、フリーダスラーに由来する。 フリッツラー遠方フリッツラーは、カッセルの南約 25km の北ヘッセン山地に位置し、フリッツラーベルデの南端及びエーダー川北岸のフリッツラーラーエーダーフルアに面している。この町の付近の環境は、肥沃な土地と、数多くのほとんどが森に覆われた玄武岩の山で特徴づけられる。これらの山はその多くが、山頂に、城塞や遺跡をいただいている。 グーデンスベルク、ホムベルク、フェルスベルク、ハイリゲンブルクジョー、アルテンブルク、イエンスベルク、ナウムブルクなどである。フリッツラーは、北は、ナウムブルク、バート・エム・スタールとニーデンシュタイン、東は、グーデンスベルクと、フェルスベルク、南は、バーベルント・ボル、県、南西は、バート・ツベステン、西は、バート・ビルドゥンゲンと、エーダー・タールと境を接する。フリッツラーは、 同盟の中核宿のほか、以下の重宿からなる。これらの宿は、1970年から1974年の、ヘッセン州の地域再編に伴い合併した、旧市町村である。ウンゲダン県とロートヘルムスハウゼンは、歴史的にも、フリッツラーと密接に結びついていたが、14世紀に、マインズ大四協領の飛び地となっていた。出身は、 フリッツラーに合併するまではバルデック軍に属す独自の市であって、歴史的にはバルデック公領に属していた。他の町村は、ヘッセンホーハク領であった。この町の中世の人口は2000人から3000人の間を推移した。正確な数値は1740年以降について知ることができる。グラウアー島中世の中核地区は全長2 5トル。 高さ7.5メートルから10メートル、厚さ平均3メートルの紙壁で囲まれていたが、18世紀以降その2、3が取り壊された。戦略上重要な地点には、塔が設けられ、少なくとも5カ所が、フルデでで、強化されていた。1274年に、初めて記録されている、グラウアー塔は37メートルの高さがあり、ドイツに現存する。 最も高い死の見張り塔である。死の防衛施設は、経済的理由や、近代的な砲撃に対しては役に立たない存在となったことから、7年戦争以降すでに放置されていた。グラウアー島付近のわずかな部分だけは、城壁内通路を有する城壁長部が1980年代に修復された。19世紀前半に、交通の障害として、 ほとんどのシモンが取り壊された1823年に、ホスピタル門1829年に、ベルケル門1834年に、フレッケンボルン門1838年の、ハダマーモンのロ門といった具合である。23期あった見張り塔のうち、現存するのは10期である、フラウエン塔、グラウアー塔、グレーベン塔、ローゼント、ヨルダント、レーギル塔、 アムバート島、ブライヒエン島、カンツェル島、ビンター島。島の基部だけが残されているのは、アルター島、カラース、ペータース島、ナーデレール島、ツックマンテル、シュタインゴスセン島と、その付属建造物、2基の無名の島である。四壁前の堀は、現在、旧市街西側のわずかな痕跡だけを残して、それ以外は、ほとんど見られなくなった。 視聴者の壁に埋め込まれた聖マルティンの石像レリーフ。貧者にマントを切って与える聖マルティン。右上は、マインツ大司教の紋章。左上は、マインツの聖堂参事会の紋章である。この町の守護聖人である聖マルティンの1441年生、石像レリーフを持つ、視聴者は、記録に残るドイツで最も古い成長である。 旧フランシスコ海修道院のゴシック教会は現在、他の修道院の建物が、近代的な病院、精霊病院に改築されたにもかかわらず、プロテスタントの教会となっている。マルクト周辺の多くの建物は14世紀から17世紀に建造され、入念に修復されている。マルクト広場は、現在野外レストランやカフェの絵に描いたような、舞台装置となっている。 街の景観からは、いわゆる、ドームと呼ばれる、ロマネスクイコールゴシック様式の教区教会、セーペーター教会が抜きんでている。この教会は、1085年頃から1118年に、セービクベルトによって建設された、小さなバシリカの後に建てられており、1180年から1200年までの間に大きく改築された。時代ともに行われた、 小さな増改築を除けば、この教会は、当時の姿を現在まで残している。この大聖堂は、2004年から教皇庁のバシリカに、ある。市の外には、現在も7つの旧監視所が残っている。14世紀後半あるいは1425年に、監視所と環状壁で守られた、避難所が建設され、一部が互いに接続されていた。 オーバー・メルリヒャー監視所、ガルベヒャー監視所、エッケリヒス監視所、ヘレン監視所、カッセラー監視所である。アウエ監視所は1937年に軍用飛行場を建設するために取り壊された。また、ホルツハイマー監視所は18世紀にはすでに倒壊した。フリッツラー大聖堂前のボニファティウス像文献上の最初の記録は724年の聖ボニファティウスにまで。 遡る。彼は、その一年前に、ガイスマーで、ドナーアイヒエを切り倒した。12世紀から14世紀に建造された、ロマネスクイコールゴシック様式の、聖ペーター教区教会は、ドイツの伝道者であるボニファティウスが切り倒した、ドナーアイヒエの木材から724年に、礼拝堂を建てた場所にあるという伝承がある。この多くは、活気族が、 ドナーに捧げた木で、ゲルマン族にとって、最も重要な神木であった。ボニファティウスは、カッティ族に、キリスト教の神の優越性を示すために、これを切り倒したのである。この出来事は、中部及び北部ドイツの部族に対するキリスト教家が、始まったことを象徴したものである。ボニファティウスが木材を再利用したとは考えにくく、異教の聖域だった村に、 ドナーの文化が再興しないように支配することもなかったであろう。高い確率であったことは、現在聖堂が立っている丘陵の上にかつてドナーアイヒエがあったということだけである。ヘッセン北部のカッティ族が定住するフランク族とザクセン族との境界領域の布教活動のためにボニファティウスはフリッツラーの大岸にあたるエーダー川南岸にある。 ビューラベルク三条に位置するフランク族のビューラブルクをその拠点とした。布教が進むと742年ビューラブクルニリメスの東側で初めて司教が建てられた。その初代にして唯一の司教ビッタスの死後新たな司教は建てられずボニファティウスの弟子でマインツ大司教を継いだルルスによってマインツ大司教区に併合された。これ以後フリッツラーは マインツ大司教区を組織する上で重要な役割を果たした。聖ペーター教会の主席司祭は同時にマインツ大司教の司教座聖道助祭長を務めたのである。ボニファティウスによって724年に創設されたベネディクト会修道院は修道院長ビクベルトのもとで発展し、以後の時代には正解、俗会の学識センターとなった。 後の古田修道院長シュトルミも学んだ修道院学校はドイツ最古の学校組織ではないものの修道院及び進学に特化された教育プログラムについてはシュトルミの伝記に記述されているボニファティウスが大司教に任命された後732年頃に新たな石像教会が建設された同じ頃初めて皇帝の館をこの町に築いたカール大帝は この修道院に国家による保護と広大な領地を授け、782年に帝国修道院に昇格したことにより、周囲の集落は急速に都市へと発展していった。ボニファティウスを藩とする伝道が果たされたことにより、この修道院は遅くとも1005年までには学問の場に変わっていった。修道院三次会員は、もはや修道院での共同生活を行わず、 それぞれの家に住むようになった。そのいくつかは14世紀に建造されたものもあり、現在も町の景観を形成している注目すべき建造物となっている。この修道院は1803年に世俗化と死がヘッセンに占領されたことにより廃止された。この修道院学校の最も有名な生徒は1200年頃に活動した詩人のヘルボルト・フォン・フリッツラーである。 この街は、フランク族とザクセン族との定住地の境界地域に位置し、中世初期の重要な街道が交差する地点に面していた。こうした戦略上重要な位置にあることで、特に10世紀から11世紀にこの街は、ローマ王やローマ皇帝のヘッセンにおける特権的な滞在地となった。おそらく、カール大帝の時代にはすでに建設されていたカイザー広場は、 もう現存していない。フリッツラーは11世紀の初めまで重要な帝国会議、集会、協会会議が行われ、皇帝が滞在した。906年のフリッツラーの戦いで、コンラディン家出身のコンラートは、フランケン地方を支配していたバーベンベルク家の敵対者をこの地に吸収し、決定的に打ちまかすことに成功した。この戦いでコンラートは、 同盟の父親を失ったが、フラン健康ンの地位を確保した。コンラートは5年後に、フォルヒハイムで、コンラート一世となり、オジルートビヒヨド王の後継者として、東フランク王国の王に選出された。フリッツラー氏の生誕にあったコンラディン家の城は、これにより、王の上官となった。フリッツラーでの最も重要な帝国会議は919年の、もので、この会議で、 ザクセン公ハインリヒ一世は5月12日に東フランク王国の王となった。コンラート一世王は918年12月に息子を設けないまま亡くなり、その弟フランケン・ホーハク・エバーハルトは遺言により、ハインリヒに王冠を捧げる役割を託された。これは、ハインリヒだけが、フランケンとザクセンとの紛争を調停し、ドイツ南部のバイエルン、シュバーベン、 ロートリンゲンの部族大公を帝国につなぎ止め、帝国の一体性を保持できるという考えを示すものであった。エーバーハルトとシュバーベン公ブルハルト一世は、ハインリヒの選出に賛成したが、バイエルン公アルヌルフ一世は921年に、ハインリヒが軍隊と共に、バイエルンに入場して降伏した。これにより、ハインリヒは、フランク族の公衛として、 また、カール大帝の後継者として、東フランク王国の王座を占めた初めてのザクセン人となった。その後、この町は何度も帝国会議や諸公会議が開催された。特に、オットー朝やザーリア朝の皇帝たちは1145年まで、少なくとも15回、この町で、宮廷議会、裁判が開かれた。953年5月に、 1> 夫一世の下で開催されたフリッツラー会議では、対立した自らの息子リュードルフと、例えば、ロートリンゲン公、コンラート赤毛ゲ公やマインツ大司教フリードリヒといった、リュードルフの支持者に対して、重罰を宣告した。ハインリヒ四世と対立王、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンの争いでは、1078年から1079年にかけて、 フリッツラーは少なくとも3回両派の戦いの舞台となり、1079年秋にルドルフはこの町と王宮を廃墟とした。1118年、1244年、1259年の3回フリッツラーで開催された教会会議も重要である。教皇施設のクルノフォンプレネステリン席で開催された1118年のフリッツラー教会会議では、教皇と 新たな助人権闘争を始めた皇帝ファインリヒ五世に対して波紋が宣言されたことが通告された。同時にバンベルク司教夫ーはこの皇帝の帝国最小としてローマとの争いを続けたという理由で強硬派によってその役職を剥奪された。また、この会議では後にプレモントレ会を創設しマクデブルク大司教となる。 ノルベルト・フォンク・サンテンは、先例者ヨハネを引き合いに出して、異端との批判を切り抜けた。1244年5月30日の、教会会議は、教皇から皇帝フリードリヒ2世へ、マインツ大主教から、エアフル都市に対して、波紋を含む批判決議を宣告し、教会権力と、その規律強化を目的とした14条の規約が、設けられた。 1259年の教会会議では、教会運営や規則に関する問いに対して一連の条例が交付された。その中には、平身との扱いや、正金曜日には、いかなるユダヤ人も窓から眺めたり戸口に立ったりしては、ならないという命令も含まれていた。クラインエングリスのカイザー・クロイツ帝国行政は、1400年に、もう一度フリッツラーで転換した。 ブラウニシュバイクリューネブルク公フリードリヒはフランクフルトの諸公会議でベンツェルフォンルクセンブルクに対する対立王として推挙されたがマインツ大司教ヨハン2世はライン級中泊ループレヒトを押したフワーとなった両派はフランクフルトから旅立ったフリードリヒは帰る途中1400年6月5日にフリッツラー近郊の現在のクラインエングリスで バルデック博ハインリッヒ7世と、その協力者、フリードリヒフォン・ヘルティングスハウゼン及びコンラートフォン、ファルケンベルクによって殺害された。殺害者はいずれもマインツ選定校の風神や、ミニステリアーレであった。ベンツェルは8月20日まで定官を保持したが、その後、ループレヒトにとって変わられた。1400年の殺害を記念して、15世紀以降、殺害現場に、 クラインエングリスのカイザークロイツが混流された。フランク人とザクセン人との境界領域、後には中林原砲白領内にあるマインズ大四協領の飛び地であり、さらに後にはヘッセン領となる位置にある、この町は繰り返し戦闘行為の原因、起点、現場となってきた。それはザクセン人とフランク人との争い、正界と世俗との争い、 カトリック領主とプロテスタント領主との争いであった。町は繰り返し包囲され、何度も占領され、焼き払われ、そして何度も再建された。最初の破壊は、カール大帝によるザクセン戦争の際、774年に起こった。カールがイタリアにいた時、ザクセン人が北ヘッセンに侵攻し、フリッツラーの住民が防衛を試みた。 ビューラブルク城を包囲した。彼らは城を攻略することはできなかったものの、町を略奪し、焼き払った。ビクベルトの石像バシリカだけが無傷で残った。このため、二人の天使が現れ、敵を追い払ったという伝説が後に生まれた。町はすぐに再建された。786年にはすでに教会会議が開催され、そこで、 第三代のマインツ大司教が選出された。フリッツラーの修道院長はこれ以後1051年まで、マインツの補佐司教の地位を占めることとなった。1066年から1079年までに皇帝ハインリヒ4世が寄進を行ったことにより、修道院、アムト、宮廷フリッツラー氏は、王領からマインツ大司教領となり、 それまで、ニーダーヘッセン地方の首優であったフリッツラー氏は、帝国行政の街としての重要性を極めて、急速に失った。マインツへの所属は1803年の帝国代表社会議主要決議によって終了した。銀字に二つの赤いマインツの輪を描いた死の紋章は、この数世紀に及ぶマインツ大使協領への所属を表している。しかしそれ以前、ハインリッヒ4世と、 ローマや教皇が支持する対立を、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンとの争いは、フリッツラーにとって良くない結果をもたらした。フリッツラーの上官に、しばしば滞在したハインリヒは1078年から1079年の、冬にもフリッツラーに滞在した。その結果、ルドルフを支持するザクセンの領主は1079年の、夏にこの町を襲撃した。ハインリヒは、 逃走に成功したが、町は征服され、完全に荒廃した。マインツ大司教別色によれば、1085年にもまだ、この町は、再建が始まっておらず、事実上荒廃したままであった。その後何世紀もフリッツラーは、ナウムブルク、ホーフガイスマー、アメーネブルクと並んで、北ヘッセンにおける、マインツ大司教の領土経営の支柱であり、この町は、 チューリンゲン砲白及び後には、ヘッセン砲ク隊マインツ大司教の軍事的対立の焦点に繰り返しなった。ハインリヒラスペの弟で、チューリンゲン砲ク領のヘッセン部分を、ヘッセンクとして運営していた、コンラートフォンチューリンゲンは、3ヶ月に及ぶ、包囲の末、1232年9月15日に、フリッツラーを占領した。町は、 完全に略奪され、焼き払われ、住民の多くは殺された。コンラートが退却しようとした時、数人の乱だらな女性が、死壁から下に向かってひどく卑猥なジェスチャーで侮辱した。彼はこれに立腹し、新たな突撃を敢行し、町を破滅させたのだと、古い年代記は記している。これによりコンラートは、教皇から波紋を宣告され、謝罪のために、 ローマに出向き、1234年に、ドイツ騎士団に入団した。1238年6月29日に、フリッツラーに戻り、教会で、介護の礼拝を行い、資材や、職友上で得た金銭を教区教会を再建する、資金に充てた。この町はすぐに最高に着手し、防衛施設を強化し、これに伴い、死壁は東側に突き出される形となった。 広場の周りには、新しいフランシスコ会修道院やドイツ騎士団の施設が設けられ、一連の死壁の塔が追加され、町の周囲の戦略上重要な地点には7つの監視塔が建てられた。マインズ大司教ジークフリート3世が、教会会議を開催した1244年5月30日には、すでに教会は完全に修復されていた。その後、 1280年春に、ヘッセンホーハ,クハインリヒ一世が、フリッツラー近郊で、マインズ大司教ベルナーフォン・エップシュタインの軍と、ツイーグンハイン白ゴットフリート四世及びバッテン、ベルク博クの軍の連合軍に対して壊滅的打撃を与え、この街は新たに甚大な被害に耐えなければならなく、なった。ハインリヒは、 セイリーザベトの孫にあたり、1247年にマーダーハイデで砲白となり、これ以後ヘッセン砲白を称していた。彼は北ヘッセンの領土内のマインツ大司教の存在を克服せねばならなかった。マインツ大司教はハインリヒラスペの死に伴い、ヘッセン北部の統治権を要求していたのである。ここは1120年頃から、 マインツの霊園であるとして、マインツへの帰属確認を要求したのであった。大主教は商人を移住させ、この町は、ヘッセン最初の貨幣鋳造所となり、カッセル近郊の織物、毛皮、スパイスの取引所となった。最初の私壁は1184年から1196年に建設された。1280年に、いわゆる、ノイシュタットの建設が始まった。 この町は独自の支壁で囲まれており、16世紀に、なるまで、法的に独立した町であった。町の水道は、木製の排水管のシステムにより、エーダー川、詳しくは、その分流である、水車用水路から、マルクト広場や、聖堂広場の泉や貯水タンクに給水されていた。皇帝ルートィヒ4世に味方した、マインズ大司教ハインリヒ3世。 フォン・フィルネブルクが、カール4世を、ローマ王に選出した教皇クレメンス6世によって1346年4月に、大司教を罷免され、ゲルラハ・フォン・ナッサウがその地位に就いた。ハインリヒ・フォン・フィルネブルクはこの教皇の決定を無視し、亡くなる1353年までゲルラハと、大司教位を争った。ヘッセン・ホーハク・ハインリヒ2世はゲルラハを支持した。 このマインツ大司教のシスマで、1347年5月に、フリッツラーとグーデンスベルクとの間の平野はまたもや、マインツとヘッセンとの戦いの場となった。この戦いで、ヘッセン砲伯ハインリヒ2世は、ハインリヒ・フォン・フィルネーブルクを、決定的に打ち破った。ハインリヒ・フォン・フィルネーブルクの死後、この戦いの功績とヘッセン伯となした誓いとによって、 ゲルラ派はニーダーヘッセン及びオーバーヘッセンの砲白による領有を霊園として認めざるを得なかった。ただし、フリッツラー、アメーネブルク及びナウムブルクだけは所有財産として保持された。15世紀1427年7月23日にフリッツラー近郊及び同年8月10日に古田近郊で砲白ルートビヒ一世が大司教コンラート三世。 フォンダーウンに勝利した戦いと16世紀になされた宗教改革によるヘッセン砲白に対する大司教の決定的敗北はフリッツラーの重要性の低下をもたらしカッセルがこれを了駕した1438年にはすでに聖ペーター教会は砲白の庇護下にあったその1年後には彼はヘッセンにおけるマインズの全財産のパトロンとなった アウクスブルクの宗教は議以周囲が、プロテスタントに転向したにもかかわらず、フリッツラーは、臨村のウンゲケンと、ロートハイムハウゼンと共に、マインズ大司教領のカトリックに留まった。これは、宗教上完全な、そして経済的に広範な孤立をこの町にもたらした。1461年から1463年までの、マインツ教会フェデの間と、 1468年から1469年までのヘッセン兄弟戦争の間との2回、この街はヘッセン領となるところであった。どちらの場合も、マインズ大司教アドルフ2世、フォン・ナッサウがヘッセン・マールブルク・ホーハク・ハインリヒ3世にこの街を七入れしようとしたのだが、未然に防がれた。いずれも七入れの証文はすでに作成され、 方白と死の双方に交付されたのだが、市議会はその受け入れを拒絶した。市当局は、巧みな政治手腕を発揮した。一度は、不仲の兄弟である、ヘッセンカッセル方白ルートビヒ二世と、ヘッセンマールブルク方白ハインリヒ三世とを争わせ、もう一度は、マインツの聖堂参事会に大主教の計画に対する、調停を申し入れて成功した。 フリッツラーはさらに防衛施設を強化し、武器を調達した。これにより、砲白ルートビヒに対して、同じように抵抗したが、軍事的に敗れ、占領されてしまったホーフガイスマーの輪立ちを踏むことを回避できた。1483年に、ペストが猛威を振るった。約2200人の住民のうち、生き延びたのは、わずか約600人であった。 その後も国史病はこの町を何度も襲った。特に1472年、1558年、1567年、1585年、1597年、1610年から1611年、1624年に大流行した。1646年に出版されたマテウス、メイリアンの同版画に描かれた、 フリッツラー30年戦争は1621年にブラウンシュバイク公クリスティアンの軍勢による略奪をもたらした。1631年9月9日にはヘッセン砲白ビルヘルム5世が率いるプロテスタント軍に占領され略奪を受け重い軍勢の支払いを命じられた。リュッセンの戦い後の退却の際ティリー博がフリッツラーに襲来した。ヘッセンは 早々にこの町を放棄したが、その後すぐに再占領した。彼らは何度も皇帝軍によって追い払われながらもこの町を1648年まで占領し続けた。1640年8月14日に、対抗レオポルト・ビルヘルム・フォンエ・スター・ライヒと将軍・オクタビオ・ピッコロミーニが率いる皇帝軍がこの町を占領したが、 8月20日に、バンナー将軍が率いるスウェーデン軍が現れた。皇帝軍はこれに対抗する大規模な戦闘の準備ができていなかった。スウェーデン軍と皇帝軍が去った後、ヘッセン軍が戻ってきた。1647年に、グロンスフェルト将軍とメランダー将軍が率いる皇帝、バイエルン連合軍がこの町を再度占領した。 ウランゲル将軍が率いるスウェーデンヘッセン連合軍と、トゥレング元帥が率いるフランス軍とによって追い払われたが、その後すぐに戻ってくると、1648年春に、これを脱回した。その後ヘッセンが再びこの町を占領し、1648年8月31日に、最終的にこの町を明け渡した。1618年に2400人だった。 この街の人口は1648年の終戦までに400人にまで減少し、街と教会がその被害から回復するために70年を要した。7年戦争はこの街に再び甚大な被害をもたらした。敵のヘッセン、ブラウンシュバイク、ハノーファー、イングランド、その後再び同盟を結んだフランスとビュルテンベルクが入れ替わり立ち替わりこの街を支配した。 1761年2月12日から15日まで、この町に陣取った約1000人のビコント・デ・ナル・ボンヌ、ペルター将軍機家のフランス及びアイルランドの軍勢とフリードリヒ大帝の老いで、ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル公子カール・ビル・ヘルム・フェルディナントが率いる6000人に増強された、包囲軍との間で、激しい戦闘が行われた。ハノーファー軍に、 大きな損害が出た2月13日の戦いの後、2月14日に、包囲軍は1万5000人に増員され、町の北側に強力な砲兵隊が合流し、激しい砲撃が開始された。2月15日も砲撃は続けられ、大きな被害が生じた。ナルボンヌ将軍は2月15日の夜に降伏し、その兵は撤退した。勝利した。 連合軍は1万ダーラーの軍勢を徴収し、死壁の上部と壁内通路の破壊を開始した。この軍勢は強力なフランス軍が接近しているとの報を受け、3月9日にこの町を離脱した。1762年、フランス軍は防衛施設の破壊を続けていた。当夜、死壁の一部を取り壊し、北側の二重の堀を埋め立て、 急斜面のエーダー川北岸の武道山を潰した。現在も通りの名にその名残がある。フリッツラーはフェステスタットではなくなり、何世紀も続いた武道山で栽培された武道によるワイン作りも廃止された。1803年の帝国代表社会議主要決議後、フリッツラーはやはりそれまでマインツ選定工業のアムトであったナウムブルク。 アメーネブルク、ノイシュタットと共とに、名目上は、フリッツラー公領として、ヘッセンカッセル砲白領に属した。ビルヘルム旧西砲白は1802年の9月から10月に、すでに、これらのアムトを領有していた。また、ケルン選定公領であったフォルクマールゼンを、軍事支配し、1802年12月1日に、法的にこれを事業とした。 これは、リュネビルの和訳と、普通路保障プランの取り決めに基づいており、帝国代表社会議主要決議の先駆けとなる、ものであった。1807年から1813年まで、フリッツラーは、ベスト・ファーレン王国内のフリッツラー・オゴーリーの、行政中心地であった。1821年にこの町は、ヘッセン選定公国フリッツラー軍の軍長所在地となり、 1866年のプロイセンによるヘッセン選定広告の併合後もその地位に止まった。1848年から1851年までの短い行政改革の時代に、それまでのフリッツラー軍、ホムベルク軍、ツイゲンハイン軍からなるフリッツラー管区の行政都市となった。広島戦争では、まず1866年6月末に鳥居あの景気兵が、 その後は、プロイセンの砲兵と不評がこの町を占領したが、戦闘も破壊も行われなかった。1932年に、フリッツラー軍は隣接する、ホムベルク軍と合併して、フリッツラーホムベルク軍が形成された。第二次世界大戦では、1943年5月17日から18日が、この町にとって大きな意味を持つ。 エダー湖のダムに対する空爆により壊滅的な津波が下流に位置するこの町に向かって放出されたのである。1945年の復活祭の祝日も町の歴史にとって重要な日であった。バート・ビルドゥンゲンからエーダー川沿いに進行した米軍戦車部隊の戦闘が正金曜日に町の終焉部に到達したのである。昼頃に ドイツの守備部隊が、エーダー側にかかる13世紀に建造された石橋を爆破した。その後36時間の間に、ドイツ兵40人、アメリカ兵120人が死亡し、復活祭の日曜日にこの町はアメリカ軍に占領された。ドイツ兵はベルケルに交代し、この集落はアメリカ軍砲兵隊の戦闘によって大部分が破壊された。 1974年の地域再編、行政改革の時代にフリッツラー・ホムベルク軍、メルズンゲン軍、ツイゲンハイン軍は合併し、シュバルムウェーダー軍が成立した。この軍の軍長所在地はホムベルクとなった。同時に周辺の9つの村落と、それまでバルデック軍に属していた出身氏がフリッツラーに合併した。 聖ペトリ教会ボニファティウスとビクベルトのベネディクト会、修道院と、これを起源として、時代とともに成立していった聖ペトリ教会は、1803年5月28日に、廃止されるまでこの町に存在していた。1145年に、貧民セリョーインが開設された。これを起源として、聖カタリナに剣道された教会を有する。 イアウグスチノ女子修道会修道院が設立された。この修道院は16世紀に廃止された。その後地に1713年から1719年に、ウルスラ会修道院の建物が建設された。この建物は、現在も、学校として利用されている。また、聖カタリナ教会も現存している。1232年に、 コンラートフォンチューリンゲンにより街が完全に破壊された。後フランシスコ会は、修道院建設許可を申請し、1237年に認可された。ただし、土地不足のため主壁に接する場所での建設許可であった。この修道院は1244年に完成した。教皇令を10世の時代、1517年に、貧民の構想から起こった。 フランシスコ会の分裂では、この修道院はコンベンツァル派であることを公言していた。やがてこの町でルター派の宗教改革が多くの支持者を集め、1548年にこの修道院は閉鎖に追い込まれた。1552年に、ヘッセン法白軍がこの町を占拠し、宗教改革がなされると、修道士らはこの町から去らねばならなかった。 アウクスブルクの宗教和議の後1555年に、紅白の占領が解かれ、この町は、カトリック側に残された。1562年1月14日、200人の、騎士と300人の不評を要した、マインツの聖堂参事会は、プロテスタント市民の抵抗運動を鎮圧した。反宗教改革に伴い、1615年に、イエズス会が、 1619年には再びコンベンツァル会が修道院を設立した。世俗化後、1804年に修道院は廃止が決定され、1811年に最終的に閉鎖された。修道院の所領は教会をも含めてすべてフリッツラー市に譲渡された。1330年頃に建設された大規模なゴシック建築の修道院教会は、 1817年と1824年の2回に分けてプロテスタント教会の所有となった。プロテスタント教会はこの数年前に組織されたばかりであった。これ以後、この教会はプロテスタントの主教会となっている。また、修道院の残りの建造物は現在近代的な病院として利用されている。ドイツ騎士団は 1219年にはすでにフリッツラーに所領を有していた。1231年にはさらにハインリヒラスペの寄贈により現在のオーバーメルリヒクに広大な土地を獲得した。その3年後、アーナベルク女子修道院がオーバーメルリヒの所領の英体借地権をドイツ騎士団に移譲した。騎士団は1234年にオーバーメルリヒに 中林原管区の会に属す騎士領コス学を設けた。1255年からは中林原管区から分離され独立したヘッセン管区を形成する9つの小管区の一つとなった。この小管区は1304年にフリッツラーに本部を移した。この頃に建造されたコス学町庁舎は1717 17年に取り壊された。その後地に ヘッセン管区長、シェーンボルン博ダーミアンフュー合が建造した建物は、幻想にしており、私有物にもかかわらず、ドイツ騎士団の館と呼ばれている。旧市街のやや東寄りにある、1260年に、初めて記録されているフラウミヌンスター教会は、短命に終わった、女子修道院の一部であったとされていた。14世紀のいくつかの文献にそうした記載が見られる。しかし、 この記述は証明されておらず、むしろ疑問視されている。この境界周辺ではしばしば戦闘が行われていた。1527年のヘッセン法白領の宗教改革後は、マインツ選定公領のフリッツラーの市域内にありながら、ヘッセン側の村、オーバーメルリヒに属していた。メスのウルスラ会は16世紀に廃止された。 アウグスチの女子修道院の跡地に1711年に修道院を建設した。また、1713年に女学校の礎石が据えられた。修道院の建物は1719年に完成し、運用開始された。旧カタリナ協会は1726年に修道院協会となった。ビスマルクの文化闘争の時代。 1877年から1887年まで、修道所は追放され、修道院の建物は、地方行政の役場として利用されたが、1888年に、プロイセンから、国の認可が得られた。しかし、ナチス時代には再び困難に直面した。基礎家庭学校は1934年、リツエウムは1940年に閉鎖された。 さらに1941年に修道院が接収され、修道所はゲシュタポによって追放された。1945年11月の返還後、修道院と学校は流勢したが、2003年に後継者不足のために閉鎖された。現在、ウルスラ女子修道会学校は、ギムナジウムの上級三学年を含む共同型総合学校となっている。 1989年、オーストリアのゲーラ修道院によって、フリッツラーにプレモントレ海修道院の分院が設立された。1992年からは、ザンクト・ヘルマン・ヨーゼフ修道院として存続していたが、2010年7月1日に、職権乱用スキャンダルによって解体された。少なくとも6つの宗教建築が時代とともに、この町から姿を消した。 その中には以下のものが含まれる。ヘッセンカッセル選定綱領への編入後、フリッツラーの軍事都市としての歴史は始まった。1803年にはすでに、ボルフハーゲンにあった、竜騎兵、フリードリヒ連隊の騎兵へ一個中隊が、フリッツラーに移転し、その後すぐに、同連隊の残りの部隊もこれに続いた。フッフツ戦争勃発後の1806年。 モルティエ将軍中立の選定高領を占領した。小規模ながら、良質の軍備を有し、熟練したヘッセン選定高軍は武装解除され、解体され、ナポレオン・ボナパルトによって新設された、ベスト・ファーレン王国軍に編入された。選定高領回復後、1815年に、ヘッセン選定高軍第一軽機兵連隊が、フリッツラーに配置された。 死はこの連帯のために2000ターラーを費やして、ホッホサイトハウスを、両松湖として整備した。1840年、この中東軍は再び廃止された。ヘッセンの大政闘争の間、1850年から1851年に、フリッツラーは、いわゆる、シュトラーフ・バイエルンに支配された。1866年秋のプロイセンによる、ヘッセン・カッセル併合後、 フリッツラーは1867年にプロイセンの駐屯地となり、最初は騎兵隊の、その後は第一野戦砲兵中隊第11部隊の騎兵が駐屯することとなり、市の北側に新しい駐屯施設複合体が設けられた。この中隊は1870年から1871年にバイセンブルクの戦い、ベルトの戦い、 セダンの戦い及びパリ包囲戦に参加した。1872年から1914年8月の第一次世界大戦回戦まで第11野戦砲兵連隊がフリッツラーに駐屯した。フリッツラー飛行場両大戦艦もこの街はドイツ軍第5砲兵中隊第11機兵隊の駐屯地であり続けた。第三帝国時代の軍備拡張によって兵舎は 一しく増強された。カッセラー通り沿いの古いバッター兵舎には、第5砲兵中隊と、第9、29、45、65砲兵中隊の各一部と、いくつかの教育部隊及び、補充部隊が配置された。1935年から1938年に、広さ300ヘクタールの軍用飛行場が、市の南のエーダー川下流沿いに新設された。 1938年4月から戦闘機が1944年から1945年まで夜間戦闘機が配備された。後の連邦大統領バルター・シェールは若い頃パイロットとしてフリッツラーに一時期駐在した。この飛行場建設のためにもともと7つあった見張り施設の一つであるアウェバルトは1937年に解体された。 1941年から1945年まで、この飛行場は、デッサウ飛行機、自動車工場 AG の第2工場として利用された。1943年10月1日に、新型の1352のプロトタイプが、この飛行場から発進した。第2次世界大戦終戦後、広大な古い砲兵隊基地は廃止され、 その建物は民間に転用された。旧兵舎の建物は、そのほとんどがやがて取り壊された。一方、軍用飛行場は、占領軍に利用された。はじめは1945年4月から7月まで、アメリカの第404及び第365戦闘軍が駐留し、P-47 サンダーボルトが配備された。 その後1945年9月から1946年8月まで、第366戦闘航空軍が、1946年8月から1947年6月まで、第27戦闘航空軍が駐屯し、共にやはりサンダーボルトが配備されていた。 1947年から1951年まで第14保安連隊の司令部と第1大隊が旧飛行場に駐留した。1951年にアメリカ軍はフルダとバートハースフェルトに移転し、フリッツラーにはフランス軍が駐屯することとなった。1956年の連邦軍設立に伴い占領軍は撤退し、その基地に 連邦軍の敵弾兵大隊及び、砲兵大隊が置かれ、1957年からは陸軍航空隊も駐在した。これにより軍用飛行場は、フリッツラー陸軍飛行場となった。1997年に第一航空機械化旅団が編成され、これにより陸軍は初めて高速での航空移動が可能な不評を手に入れることとなった。 2002年から第210衛星センターが配置された。2006年に連邦軍の再編に伴い、第1航空機動旅団の司令部と司令部中隊が配置された。また、同じくこの基地に駐屯する、戦闘ヘリコプターツープ棒105を有する第36攻撃ヘリコプター連隊、クールヘッセンがこの旅団に含まれる。宗教は、 ボニファティウスによるドナー愛ヒへの切り倒しと最初の礼拝堂建設をはじめとしてこの町の歴史に極めて重要な役割を演じた。ヘッセンホーハクによる宗教改革の開始に伴いマインツ大司教のフリッツラーは近隣のウンゲダン県村及びロートヘルムスハウゼン村と共に1308年と1324年に フリッツラーの教会を獲得し、宗教的に孤立し、著しい経済的成長を得た。この飛び地の住民は20世紀中頃までほとんどがカトリックであった。死の発展期には行政、軍事、サービス業者の流入によって、プロテスタント住民の比率が徐々に増加した。これは第二次世界大戦に旧ドイツ東部領土から追放された人々を、 受け入れるまで続き、近隣市町村からの移住によって、全人口のほぼ半数まで増加した。ユダヤ教組織は、中世にはすでに成立していたが、1348年から1349年の、ペストの時代のユダヤ人迫害で壊滅した。14世紀の末頃、新たな組織が形成され、1393年の文献には、ユダヤ人は、 昔から同胞として交際しており、変わらずに交際すると記載されている。1469年、多くのユダヤ人家族がこの町を去った後、マインズ大司教アドルフ2世は、その翌年に公式にユダヤ人追放令を発令した。17世紀から18世紀には、わずかなユダヤ人家族がこの町に住むだけであった。19世紀に移行する頃になって、 やっとユダヤ教組織が再興された。1860年頃にユダヤ人人口は139人の史上最大数となった。シナゴーグは18世紀末に建設された。1897年6月30日に完成した新しいシナゴーグは1938年11月の水晶の夜に破壊された。アロールゼンや 近隣町村の多くの親衛隊員がこれに関わった。数多くのユダヤ人住民は、フリッツラーから追放された後、絶滅収容所で殺害された。その中には、この組織の祈祷先商社で教師のグスタフクロンと、その妻が含まれる。現在では、シュラーデンベクの広い、ユダヤ人墓地や旧市街のいくつかの通りの名前、破壊されたシナゴーグアの記念版、いわゆる、 つまずきの石だけが、これらの同胞を忍ばせる。現在、少なからぬ数のイスラム教徒がこの町に住んでいる。その多くは、トルコ系住民である。フリッツラー市長者フリッツラーの市議会は、37、議席からなる。2012年1月29日の市長選挙は、ハルトムート・シュポガーとゲルリン・デ・ドラウデ、ヨアヒム・フランクで争われ、 シュポガートが53.9%の票を獲得して勝利した。彼は2012年5月1日から市長に就任している。市の紋章は銀字で向かって左上と右下に配された赤い二つの輪が十字でつながった衣装が描かれている。二つの輪はマインツの紋章に由来しており、この町が何世紀もの間マインツ大使教領に属していたことを示している。 区裁判所この町は、とりわけ行政運営とサービス業の中心となる町で、あり、公共及び、教会の運営機関、区裁判所、学校、病院などがある。さらにショッピングセンター、商店、レストラン、映画館、スポーツ施設、修理業者、クリニック、その他多くのサービス業者がある。フリッツラーは絵に描いたような中心街と、ショッピングセンター、 ドームシュタットセンターのおかげでこの地域で最も人気の商業都市となっている。ヘングステンベルクの工場に運び込まれるキャベツこの町最大の雇用主は連邦軍である。これにヘングステンベルク社の保存食品工場が続く。この工場は主にザワークラウト、ロートクラウト、キュウリ、スヤ、野菜の酢漬け料理を製造している。フリッツラー周辺地域はドイツにおける。 キャベツの主生産地であり、フリッツラーの業者が、世界最大のダウアークラウト製造業者である。この街の重要な交通機関は、以下の通りである。フリッツラーの四本の塔、ツビッシェンデン・クレーメン通りに立ち並ぶ木組建造物、ビューラブルク城市、ガルフェンスブルク城馬市の様子アドルフクニッゲは1795年に、 フリッツラーへの旅1794年夏を書いている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。